皆さんこんばんは。セブンイレブンにですね、夜食を買いに行きまして、で、まあ、いろんなね、弁当もたくさんいろいろ食べたんですけど、そしたらですね、今週ですか、まだ新しいんですけれど、新製品が出ておりまして、これ九州だけなのかな、豚ホルモン味噌炒め弁当、セブンイレブンです。で、なんか美味しそうじゃないですかね、豚ホルモン味噌炒め。で、実際ですね、見てみたら、結構、1回目ね、この間見たんかな。で、なくて、今日行ったらありましたんで、じゃあこれ温めてくださいということで、ちょっと今日食べてみます。税込みの505円です。ね、セブンイレブン。なんかね、豚ホルモン味噌炒め。他のね、幕の内とかでもいいんですけど、もうちょっと食べ飽きちゃったので、今日はこれにしました。はい、食べてみました。うん。これはですね、美味しいんですけど、僕のチャンネル見てるひさちゃんとかきこうさんはですね、ダメですっていうのがですね、辛いです。もうめちゃくちゃですね、結構唐辛子が効いてまして、で、食べてるとほんとピリ辛のような感じですね、かなり辛いです。だからちょっと辛いのがダメな人とかお子様はですね、ちょっと無理かもしれません。だから辛いのが好きな人だったら、とってもおすすめです。そしてですね、このホルモン、豚ホルモンがですね、もう煮込んであってですね、かなり柔らかいんですよ。多分これ圧力鍋かなんかでもう柔らかく煮込んでると思うんですけど、相当やばいです。ホルモン自体はですね。それとキャベツとかですね、ネギが入っておりまして、玉ねぎも入っております。なかなかですね、もう四川料理みたいな感じの、ちょっと、辛い感じの、なかなか味噌炒めでした。豚ホルモン味噌炒め弁当505円。そしてカロリーはですね、577カロリーです。まあそこそこね、低い方じゃないでしょうか。ちょっとね、食べ応えも、肉の食べ応えがありますんで、なかなかちょっと気に入りました。その代わりちょっと辛いのがですね、好きな僕でも、それでもちょっと辛いぐらい、辛いのが好きな人、もう普通ぐらいからちょっと辛め、うんと辛いのが好きな人にはとってもおすすめの、豚ホルモン味噌炒め弁当です。ということで、なかなか美味しかったので、またね、違った弁当もですね、食べていこうと思います。まあ、こういった風に食レポでありますとか、ギター弾き語りとか、ドローンとか、いろいろやっておりますけど、僕はチャンネル5番になりまして、広告がつきませんので、ぜひとも皆さんにですね、広告なしでまた、お会いできると思います。ぜひともチャンネル登録をしていただいて、またお会いしましょう。それでは最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。